アップガードは社会インフラ基盤を守る全く新しい概念のセキュリティテクノロジー。インターネットの世界的な普及や様々なサービス、アプリケーションの登場などにより、ネットワークを流通するデータ量は飛躍的に増大しています。一方、サイバー攻撃の高度化による被害は深刻かつ甚大化。例えばマルウェアの被害は2015年から2016年にかけて3倍になりました。従来のセキュリティ製品は過去の脅威情報をもとにシグネチャファイル、AI 機械学習、振る舞い検知、サンドボックスなどによってマルウェアを検知しています。これらの手法を検知型と呼びますが、検知型では未知のマルウェアには対応できません。新たな脅威が現れるたびに製品アップデートの繰り返し、これではいたちごっこです。しかしながら、アップガードは検知型ではありません。アップガードのアイソレーションテクノロジーはシステムを正しく動作・機能させ、不正な行為をプロセスレベルで未然に阻止、不正な行為を実行させないことで最新のサイバー攻撃から防御する新概念です。アップガードは信頼できるアプリケーションであっても必ず起動時にコンテナ化し、プロセスを隔離・アイソレーションして各プロセスを監視下に置きます。そして監視対象のプロセスがポリシー違反の不正な行為を実行しようとした時だけ、実行前に遮断、不正行為を阻止します。特徴的なのはその自動継承技術。もともと派生してきた親のポリシーをプロセスが自動的に継承、派生した子のプロセスも自動的に隔離して監視下に置き、不正かどうかの判断を多次元で行っています。この技術により、アップガードは製品化以来過去一度も破られたことがなく、米国の政府機関にも長年信頼されてきました。過去3年連続 GSN ホームランドセキュリティアワードを受賞。米国陸軍並びに国防総省の高水準なセキュリティスタンダードを満たしたことを示す今認証も取得済みです。アップガードはとても軽量、エンジンが1メガバイト以下で高速に動作します。またアップデート不要、定義ファイルや更新された AI エンジンのダウンロードなど必要ありません。常時ネットワーク接続も不要だから、一度インストールすればそのシステムをずっと守り続けます。2020年の東京五輪開催に向け、サイバー攻撃対策に官民を挙げてスピード感が求められる日本。アップガードが貢献できる市場が広がっています。社会インフラ基盤を守るセキュリティテクノロジー、アップガード。